選択は各エディターのマウス操作でリージョン選択、イベント選択が行えますが、グローバル選択ダイアログでは特定のイベントや複数トラックの選択が簡単に行えます。イベント選択は選択範囲の中で指定したデータのみ選択する場合に使用します。イベント選択のダイアログを開くには、編集メニュー、グローバル選択、イベント選択、 easy tool イ,ーーーイベント選択もしくは右クリックメニューイベント選択で行いますショートカットコントロール E でダイアログを立ち上げますデータを指認しやすいようにスコアエディターを立ち上げます右側のトラック選択のチェックボックスのオンオフで トラックを選択します連続してトラックを選択する場合には Shift キーを押したままトラックを反転させ反転している項目のチェックボックスをクリックすると同時にチェックできます選択したトラックのイベントが選択対象になります再度チェックボックスをクリックすれば解除になります ショートカットでは矢印キーで移動スペースキーで選択解除が行えます範囲選択では選択する範囲を指定します小節・白・クロック単位で細かく選択することができます 選択するデータでは指定した選択範囲に入力されているミリデータをイベント選択できます。ノートを選択した場合はノートの選択方法を指定できます。すべてを選択して OK ボタンをクリックすればすべての音符を選択できます。イベント選択ダイアログは OK ボタンを押しても閉じません。 ダイアログを閉じたい場合は、閉じるボタンをクリックしてください。選択されたイベントを解除するには、エディター上の任意の箇所をクリックしてください。ノートを指定すれば、特定の音域のみを選択できます。ドラムのベードラとスネアを選択してみます。 GT を指定すれば発音する音の長さで選択できます。指定した範囲の GT 値のノートが選択されます。8分音符で入力したベースパートの音下の短いものだけ選択します。 ベルを指定すれば音の大きさで選択できます。指定した範囲のベロシティ値のノートが選択されます。ピアノパートで強く弾いている音だけを選択しています。 ノート以外のイベントを選択する場合は、選択したいイベントのチェックボックスをオン・オフします。バンク MS ・ MSB モデュレーションポルタメントタイムボリュームパンポットエクスプレッションバンク LS ・ LSB フレーズホールドペダル ポルタメントソフテヌートソフトポルタメントコントロールリバーブコーラスディレイプログラムチェンジピッチベンドエクスクルーシブチャンネルアフタータッチ ポリアフタータッチポリアフタータッチの場合はノートナンバーを指定できます。また、その他のコントロールナンバーを選択したい場合はコントロールチェンジボタンで任意の番号を指定してください。すべてのデータでイベント選択されたすべてのデータが選択されます。プログラムチェンジを選択して OK ボタンを押します。 選択したトラックのプログラムチェンジが全て選択されます。同時に複数のイベントを選択することもできます。追加選択ボタンで後からイベント選択を追加できます。追加選択する場合にはイベントを選択して追加選択ボタンで追加選択できます。リバーブとコーラスを追加します。 値の範囲で特定の値の範囲のみ選択することができます。ストリングスパートのエクスプレッションの100以上の値を選択しています。エクスプレッションの100以上の値のみ選択されました。また、現在の選択を取得ボタンでは、リージョンまたはイベント選択している選択状態をダイアログに反映させます。 学譜記号を選択したい場合は、学譜記号のタブをクリックします。選択範囲で選択する範囲を指定します。小節、白、クロック単位で細かく選択できます。 右側のトラック選択ボタンで選択したいトラックを選択します選択するデータで指定したいデータを選択しますピアニシシモピアニシモピアノメゾピアノフォルティシシモフォルティシモ フォルテ、メゾフォルテ、クレッシェンド、デクレッシェンド、ペダルのオンオフ、オクターブ記号、スラー、曲相文字列、文字列、 フェルマーターを選択できます。小説線上に入力されているフェルマーターを選択した場合は、指定しているトラックに関わらず、選択範囲で指定している範囲内すべてが選択されます。クレッシェンド・デクレッシェンドを選択します。クレッシェンド・デクレッシェンドが選択されました。 オーディオムービーで選択したい場合はオーディオムービータブをクリックします選択範囲では選択する範囲を指定します小節、拍、クロック単位で細かく選択することができます右側のトラック設定のチェックボックスのオンオフでトラックを選択します 選択したトラックがイベントの選択対象になります。選択するデータでは、選択したいデータを指定します。Web データ、トラックボリューム、センドレベル、トラックパンポット、ムービー、イメージ。これらのデータが選択できます。 ウェブデータを選択します。他のタブと同様に追加選択で追加で選択が行えます。これらのイベントはソングエディターでも選択することができます。これら以外の VST パラメータの選択はソングエディターでのオートメーションレーンでの選択になります。 リージョン選択ダイアログでは指定したトラックの選択範囲をリージョン選択できます。リージョン選択のダイアログを開くには編集メニューグローバル選択リージョン選択で行います。Easy ツールリージョン選択もしくは右クリックメニューリージョン選択でも行います。ショートカットでリージョン選択ダイアログを開きたい場合は Ctrl R で行います。右側のトラック選択のチェックボックスのオンオフでトラックを選択します。連続してトラックを選択する場合は Shift キーを押したままトラック反転させます。反転している項目のチェックボックスをクリックすると同時にチェックできます。 再度チェックボックスをクリックすれば解除になります。ショートカットキーを使いたい場合は矢印キーで移動、スペースキーで選択解除が行えます。範囲選択では選択する範囲を指定します。小節、白、クロック単位で細かく選択することができます。 MIDI ボタンで全ての MIDI トラックを選択できます。OK ボタンで選択されます。オーディオボタンで全てのオーディオトラックが選択できます。OK ボタンで選択されます。 すべてクリアボタンですべてのトラックが選択解除されますすべて選択ボタンで選択可能なすべてのトラックが選択されますまた各エディターでコントロールプラス A ショートカットでトラック全体を選択できますソングエディターでは カーソルのあるトラックが選択されます。